皆さんこんにちは、さんぽめチャンネルです。先日第3弾坂上系カフェに行った時の様子なんですが、フジテレビ坂上動物王国で、撮影をしていますということで、さんぽめちゃんたちもカメラマンにいっぱい撮影されていましたよ。そうするとね、やばい、これやっぱり次の坂上動物王国映っちゃうんじゃないかな、この子たちと楽しみに、テレビ見て見ました。さあ結果はどうだったでしょうか。じゃ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 ーん。さあどうぞ。皆さんわかりましたか。え、わからないって。じゃあ少しアップにしますよ。よく見てくださいね。今度はわかりましたよね。え、見逃した。じゃあもう一回いきますよ。はい、こちらレオくんです。で、実は左こちらにクミちゃんとひなちゃんも映ってるんですよ。で、小さすぎですかね。他には映っていないんでしょうか。さあどうでしょう。わかりましたか。え、小さいし短すぎ。じゃあアップにしますよ。画面中央あたり見てくださいね。わかりましたか。モザイクのない部分に注目してみてくださいね。はい、ここです。ここにくすみちゃんが登場しました。ちょっとね、小さすぎですね。これで終わりなんですかね。結構頑張って撮影してくれてたんですけど、さあどうでしょう。はい、今度は見つけるの簡単でしたね。ちょっと時間は短かったんで、リピートしてみますよ。あー、素晴らしい。ね、3匹ドアップですね。さんぽめちゃんたち、笑顔でーす。いやー、テレビ出演、実は2回目なんです。ということで、さんぽめ無事、2度目のテレビ出演でーす。1回目はね、ニュースイッタに出ました。こちらね、肉フェスに遊びに来てたところ、カメラマンさん、肉フェスは、令和5年のゴールデンウィークだったかな？ 10 日ぐらい、お台場でやってたんですけどね。レオくんもくるみちゃんもたくさん撮影されましたね。これ、画面ちょっと映ってないんですけど、ひなちゃんも撮影されてるんですよ。もう、すっかり、2回もテレビに出ちゃうっていうことは、タレント犬ですよね。あ、ひなちゃん、頭映ってましたね、今。いろんな角度から撮ってくれました。で、ニュースイットの方ではね、どうやって放送してくれたんでしょうか。はい、肉フェス。まず、オープニングですよ。オープニングだけじゃなくて、こう、アップでね、撮ってくれましたね。はい、ひなちゃんがね、ちょっと目立ちませんでしたね。でも今回は、3本目全員、バッチリ映してもらったので満足ですよ。坂上動物王国に出演するなんて、ワンちゃんとしては、なんです、なんて言ったらいいんですかね。まあもう、大スターですよね。ということで、本日はですね、この後、第3弾、坂上系カフェで買ってきたですね、商品のレビューについて少しお送りしたいと思います。この子たちね、新色で着てきた体操服着てますよ。レオくんは、袖、襟の部分がね、水色の M サイズの体操服。くるみちゃんとひなちゃんは、襟の部分がピンク色の、体操服を着ています。なんだろう。すごい可愛いですよね。はい、みんな真正面、何年何組って書いてあるの見えますか？これね、みんな画面上の方見てますが、おやつで釣ってるんです。おやつを手伝わないとわちゃ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 動いちゃうんでね。で、レオくん、くるみちゃんと順番にあげて、ひなちゃんも、はいはい。ひなちゃんはね、おやつもらうときはもうすぐ立ち上がるんですよね、すくっと。レオくんはじーっと待つんですけど、くるみちゃんとひなちゃんは待てが下手くそなんですよね。レオくんだけしつけが行き届いた感じですかね。はい、ちゃんと待ちます。この食べてるのはよしって言ってから食べてるんですよ。で、はい、くるみちゃん抱っこだよーと言って、くるみちゃん、はい、
何年何組見えます。あ、ごめんなさい。何年何組は胸なんでね。背中の方こんなお洋服ですよって言って、くるみちゃんはあんまり待って得意じゃないんですよね。はい、ひなちゃんですよ。はい、ひなちゃんもお洋服着てますよ。で、ひなちゃんはね、もう、腹ペコモンスターなんで、このね、もうとにかくおやつおやつって感じなんですよね。これは胸じゃなくて後ろから見たところを並べて撮ってみましたよ。はい、はい、今度前ですね。前の方全員向かせてみますが、なかなかうまく撮れません。レオくんだけですね。まあね、しつけが悪い、まあまあパパさんとママさんが悪かったんでしょうね。レオくんはいい子、まあくるみちゃんもひなちゃんもね、いい子はいい子なんですけどね。はい、ということでみんな整列です。これね、この後体操服だけじゃなくてね、何でしたっけ、ハーネスとリードのレビューもありますからね、ちょっともう少し待ってくださいね。はい、みんなおとなしく真っ正面見てますね。これはママさんが おやつで釣ってるんですね。はい、レオくん見もらえたね。はい、くるみちゃんとひなちゃんもおとなしく、ようやく待ってますね。でも手を離すとすぐ座りやめちゃいますね、くるみちゃんは。はい、ひなちゃんようやく食べられて満足です。で、これハーネスつけてみたんですけど、ハーネスはね、まあなんて言ったらいいんだろう。まあ、しっかりした作りでですね、ホールド感バッチリ。で、リード、これね、リードがすごくいいんですよ、本当に。持ち手のところがですね、びっくりするぐらい持ちやすいです。で、なんて言ったらいいのかな。手首とかも痛くなんないし、もう、すごい愛用品として使わせていただいております。散歩がしやすくなりましたね。後日ね、実はもう一回坂上家カフェに行った時に古山さんと、桑原瑞希ちゃんとお会いすることができたんで、このリードすごい使いやすいですよって言ったところ、あ、そうなんですね、坂上さんがすごい一生懸命考えて、なんて言ったかな、なんかそんなこと言って、坂上さんが、すごい頑張って作ったみたいです。この見えます胸のところ、坂上家って書いてあるんですよね。かわいいですよね。はい、おやつで釣ってまーす。そう、坂上家、レオくんのところが一番見やすいですかね。ひなちゃんのところも見えますね。はい。レオくん、偉いですね。もうずーっと、ひなちゃんは人にあげたものまで取ろうとするから困った子ですよね、ほんと。くるみちゃんは少しは我慢してますね。はい、そんな感じの商品レビューでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。